国道246号。国道246号。国道246号は東京都千代田区から神奈川県県央地域を経由して静岡県沼津市に至る一般国道である。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過地は次の通り。立領時代の頃、西国から東海道の東国を結ぶ道として足柄峠を越える。 足柄道があり、本堂として利用されていた。ただし、現在の国道246号は足柄道にほぼ沿ってはいるが、必ずしも重複せず、国道246号の直接の祖が現れるのは江戸時代の頃となる。江戸時代に東海道が整備されると、ほぼ足柄道に沿う形で新たに、 ヤグラザー王冠が整備され、東海道の脇王冠として利用されるようになる。東海道同様、江戸と東海道沿道各地を結び、人や物資が往来し発展した。このヤグラザー王冠は、現在の国道246号の原型となる、経路をたどっている。京方年間になると、大先行が盛んになり、江戸から山岳信仰のある大仙にも出るための、 街道としても賑わった。この頃より大仙道、大仙街道とも呼ばれるようになる。その名は、現在も神奈川県内の通称名や、道県内及び東京都内の旧道などに残っている。大仙街道は明治、対象の道路施策の中では一地方道の扱いとなったが、1956年、昭和31年に二級国道として指定された。 直轄国道になった1965年、昭和40年頃より、服装が激しく改修の余地の小さい国道1号のバイパス路線として注目され、重点的に整備が進められた。また、この頃までの神奈川県川崎市、横浜市の沿線は、交通の便が良くなかったことから、農業主体の集落が多く、牧歌的な雰囲気を残していた。しかし、 国道指定と同時期に多摩田園都市の開発が始まり、沿線は急速に宅地化され、交通量が増大した。そのため、1974年、昭和49年以降東京、横浜バイパスが建設されている。なお、東京、横浜バイパスとして整備された区間は、その後国道の本堂に指定され、旧道は指定解除を受けている。 現在は全体に高規格化され、特に東京都心部から神奈川県厚木市付近までは片側2車線以上立体交差中心の幹線道路として整備されている。神奈川、静岡間を最短で結ぶ国道1号には箱根峠があり、この区間は急勾配、急カーブが続き、トレーラーを含めたほとんどの大型車の走行は厳しい。箱根振動、箱根ターンパイクなど、 有料バイパス道路はあるものの、いずれも急勾配が続くことには、変わりがなく、費用対効果や安全面等から、透明高速道路とのアクセスが容易な国道246号を選択す車も多い。特に冬季は、少量の降雪でもチェーン規制になりやすい国道1号や、箱根振道と比べても、チェーン規制のかかりにくい平坦な国道246号が重宝される。 時間帯を問わず、長距離トラックの通行量は非常に多い。東京都と神奈川県を結ぶ一般道路としては、国道15号、第1京浜、国道1号、第2京浜と並ぶ重要な道路であり、一般的に246、246と呼ばれる。海沿いの工業地帯を通る両京浜道路と異なり、国道246号は内陸部の住宅地を通る。 また、神奈川県と沼津伊勢を結ぶ道路としても重要であり、国道1号は南所で知られる箱根峠を経由しているが、国道246号は比較的勾配が緩やかな佐古川沿いを経由し、神奈川県と静岡県を継いでいる。地形も去ることながら、陶器の積雪、凍結などに左右され、安い箱根峠を避けてこの道路を使う長距離トラックなども多い。 なお、東急田園都市線、ほぼ全線、相鉄本線、大和海老名間、小田急小田原線、海老名から新松田間、JR 五殿場線、松田駅大岡間、首都高速3号渋谷線及び、東名高速道路はおおむね、国道246号に沿うような位置関係である。特に、東急田園都市線は、渋谷区、道玄坂世田谷区新町一丁目間は、 国道246号の直下を、また、直通先の東京メトロ、半蔵門線から、長田町駅渋谷区三山須坂で下を走行している。起点の千代田区三宅坂から、赤坂、青山、表参道を経て、渋谷区渋谷、都道305号、明治通り交点に至る区間は、青山通りの愛称で知られる。むね片側3から4車線。 港区赤坂見つけ交差点に立体交差がある。渋谷区明治通り交点、渋谷署前交差点から、都県境玉川、新双子橋の区間は玉川通りと呼ばれ、上南地域の交通の軸である。地下に田園都市線が走っているため、沿道は商業地域となっている。玉川通り区間は片側3車線であるが、商店前に納品車や、 客の車が多く、また、時間調整中の大型貨物車の路上駐車も目立ち、実質的にはほとんど片側2車線しか機能していない。特に朝、夕の通勤時間帯は渋滞しやすい。なお、玉川通りは、東京都内で最も二輪車の交通量が多い、道路である。世田谷区新町から世田交差点の間は、現在のルートが振動として開通するまでは、桜新町、 洋画を通っていた。この旧道に、1907年、明治40年から1969年、昭和44年までは、多摩電、多摩川電気道東急多摩川線が、平洋軌道で走っていた、一部専用軌道。旧道は現在は、旧大線街道と呼ばれ、新町から、桜新町駅前付近まで、世田谷区道、桜新町駅前付近から、世田交差点までが、 東京都道427号線、抜くい線となっている。戦後しばらくは片側1車線で、かつ、多摩電が一部区間を除いて、平洋軌道で通り、歩道も設けられていなかったが、その後に、道路拡幅が行われ、大阪、目黒区、青葉台、上泉町交差点大橋間、渋谷付近では片側の車線の道路となった。1969年、昭和44年には、 タマ電は廃止され、1971年、昭和46年には、車道の一部と元のタマ電軌道部分を利用して、首都高速3号渋谷線、渋谷洋画館が建設された。首都高速道路開通前は、大阪からは富士山方面の眺望が聞いたが、首都高速道路によりその眺望は失われた。その首都高速道路は、 渋谷警察署前から洋外一丁目まで国道246号の上を通っている。渋谷駅前の明治通りとの交差点には、1968年、昭和43年に完成したマンモス歩道橋と呼ばれる、長大な歩道橋が、首都高速3号渋谷線の高架をくぐる形で、架橋されている。新双子橋で玉川を渡ると、川崎市に入る。この付近は、 川崎市、横浜市など、ベッドタウンの幹線道路にもなっているため、家電量販店など、ロードサイド店舗も点在する。起伏の多い地形を利用した立体交差が連続し、片側に車線区間が続いている。枝駅東や下、長津田、東原、下りのみ、など渋滞ポイントがいくつかあるものの、立体交差の多さにより流れは、おおむね良い。 並行する東名高速道路と第三京浜道路が有料道路ではあるが国道246号のバイパス的機能を持つ上草柳交差点から分岐し神奈川県道40号横浜厚木線の相模大塚交差点間には大和厚木バイパスの原道にあたる支線が存在していた現在は国道指定が解除され大和市に移管 相模川を渡り、厚木市内に入ると、金田陸橋にて、橋本方面よりの国道百二十九号を合わせた、あと、水引立橋の立橋部が片側二車線、側道が片側一車線であるほかは、船子立橋まで片側三車線が続く。この区間は、国道二百四十六号と国道百二十九号の交通が合流しているため、日中は、交通量が非常に多く、 朝夕のラッシュ時には裁ききれず渋滞になる。船子立橋にて、平塚市方面への国道129号を分けるが、国道246号は、陸橋の速道を進む。国道129号を分けた後は片側1車線が続く。厚木市内から伊勢原市内にかけてと、秦野市内は平面交差が多い上にロードサイドショップも多いため、 地域住民と通貨交通の車両が混じり合って、慢性的な渋滞を引き起こしている。伊勢原市から、秦の市へ抜ける前波峠付近と、秦の市と松田町へ抜ける48瀬川と並走する区間は、人家が少ないが、通貨交通が多く抜け道も少ないため、時間帯によっては、渋滞がひどい。首都圏中央連絡自動車道、県大厚木インターチェンジ付近から、 伊勢原市の山間部をパスして、肌の市へと抜ける、バイパス道路、厚木肌の道路が計画されている。足柄上郡松田町加護場で、国道255号と分岐する。JR 御殿場線の東山北駅付近は、道路が狭く、慢性的な滞りとなっていたが、2012年12月に、三国バイパス、向原地区が完成し、前後の区間と変わらない。 広さとなった。清水橋を過ぎると、県境まで片側に車線が続き、ここまで来ると渋滞も解消される。なお清水橋より先は、道幅そのものは4車線が確保されているものの、県境過ぎまでは、車線が上下線交互に、ガードレールやペイントによって、増加減少を繰り返す。静岡県内は、昭和50年代に入り、裾野市内の一部、 寸東郡小山町内の一部を皮切りに、道路の拡幅整備や裾野バイパスなどの振動、バイパス整備が進み、1990年代には、沼津市内寸東郡長泉町内裾野市内の整備も段階的に進んだ、特に寸東郡長泉町内沼津市内は、旧道と振動のルートが大幅に変更されている。2005年までには、裾野市内沼津市内、 静岡県道83号沼津インターセントの欠接点までの4車線拡幅が完了。2006年度には、御殿場市内、御殿場警察署前、小山町内、生土の4車線拡幅も完了し、小山町内の山間地を除き、ほぼ全区間で片側に車線化されている。バイパスのない伊勢原秦野間とは対照的に流れがスムーズである。 裾野バイパスの沿道には近年は郊外型のレストランや大型小売店の進出が目立つ。また、御殿場市内の一部区間では国土交通省による道路情報を路側放送で放送している。国道246号の終点である沼津市に入り東名高速沼津インターからの静岡県道83号沼津インター線が合流すると 伊豆への観光客向けの飲食店が多く、前期剣道と共に沼津グルメ街道と呼ばれる。2007年8月には沼津インターセントの沼津インター南交差点が立体化され、また同交差点と国道1号の共栄町交差点を結ぶ市道が開通した。静岡方面への流れがさらにスムーズとなり、 静岡県道83号沼津インター線の渋滞が若干ながら緩和されつつある。しかしそれとは対照的に新たな国道1号との結節点となった京栄町交差点を起点して昼夜を問わず交通集中する時間帯は渋滞が目立っている点は新たな問題点として挙げられている。なお、沼津インター南交差点から同市東区万道。 高原公園交差点までの全通は2014年の予定である。さらに2009年7月には東名高速道路沼津 IC を起点として伊豆方面へ伸びる東駿河湾環状道路が部分開通した。これは長泉 IC で裾野バイパスと接続しており、裾野市街や長泉地区から沼津 IC へ向かう新たなルートが誕生したことで同じく 静岡県道83号沼津インター線の渋滞緩和が図られた。右の表示を押す、右の表示を押す、右の表示を押す、東京都心の三宅坂から六本木、青山、渋谷を通り、世田谷、横浜の高級住宅街を抜けていくロケーションから、しばしばドラマや楽曲で描かれたり、ロケ地に選ばれたりしている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。